続いてはですね、僕こちら上下で着用しているですね、まあ、もう今やカーリーの定番と言ってもいいでしょう、あのスナップカーディガンと、今季はですね、まあ、ヘムタックパンツというですね、こちらのパンツと、セットで着用できるようなセットアップになっておりますが、こちらをご紹介していきたいと思います。僕が169センチ63キロで、今上下ともサイズ2番着用してます。ちょっとゆとりがあるぐらいのサイズ感なんですけれども、まあ、これくらいで着用するのもかっこいいかなと思います。で、まあ、まずトップスからご紹介していこうかなと思うんですけれども、もう本当にうちの絵で言うともうラフィーシップパーカーだったりとか定番の、T シャツだったりとかと同じぐらいですね、継続してリリースされているのがこちらのスナップのカーディガンになります。まあ、名前の通りスナップボタンをこんな感じですね、スナップボタンを施した、カーディガンで、まあ、この首元までボタンがあるのも特徴なんですけれども、まあ、とにかくまあシンプルに使えて、まあ、もちろんこのようにですね、僕が最初着てきたみたいに、まあ、羽織としても使えますし、前閉じにしてしまえばですね、アウターのインナーとしても着用できたりとか、まあ、逆にこの中にですね、少しゆとりを持ったデザインではあるので、この中にちょっとしたインナー仕込んで、コーディネートすることもできる、非常にですね、汎用性の高いアイテムに仕上がっているかなと思います。で、まあ、毎シーズンですね、ちょっとしたディテールとか素材を変更して、リリースしているんですけれども、まあ、今季はこのような感じですね。まあ、裾には実は、ここにもボタンが仕込んであって、ここを閉じることで、まあ、ちょっとこう絞りのような役割ですねして少しシルエットを変化させる、裾周りが少しクッと丸くなるので、まあ、その辺も調整しながら着用できます。で、まあ、ポケットに関しては、いわゆるシームポケットですね、デザインに干渉しない、縫い目のところに沿ってポケットが付けられております。まあ、これによってですね、インナーに着た時とかは邪魔になりにくいですし、見た目にもですね、かなりミニマルな印象になるんじゃないかなと思います。で、まあ、カラーとしては僕が着用しているこちらの、カラーネイビーと、まあ、こちらのカラーになるんですけれども、この素材がですね、今回結構特徴的で、まあ、素材のご案内でもちょっと詳しくやろうかなと思うんですけれども、実はですね、これ裏毛素材、いわゆるスウェットなんですね。パッと見表面のこのパリッと感からはスウェットとは全然こう思えない素材感なんですけれども、それがですね、結構張りがあって軽くて、ちゃんとこうパリッと見えるので、まあ、スウェット素材、まあ、いわゆるコットンの普通のスウェットで作るよりもやっぱりパリッとクリーンな感じに見えるんじゃないかなと思います。で、こちらと同じ素材を利用したのが、僕が今着用しているこちらのヘムタックパンツですね。まあ、ヘムタックって何かっていうと、まあ、こちらの裾にですね、実はタックが入ってます。これ実は 23SS シーズンでも、展開してた形なんですけれども、これ個人的にも僕もめちゃくちゃ愛用してる、シルエットのパンツだったので、まあ、ちょっと素材替えでまたちょっと再販できないかなというところで提案させていただいたっていうエピソードもあります。で、まあ、シルエットとしては本当にワイドでもなく、スッキリテーパードでもなくっていう、本当中間ぐらいのシルエットで、それでいてやっぱこのヘムタック、裾のですね、タックが非常にですね、いい感じに働いていて、まあ、いわゆるリブとかジョガーパンツみたいなキュッとした感じにも見えないぐらい、本当にこう自然にベーシックな、何にでも履ける、何にでも合わせられるパンツとして、使えつつもですね、ちょっとですね、デザインに特徴があるというところもポイントかなと思います。フロントポケットっていうのはこういわゆるベイカーパンツみたいな形になってるんですけれども、このポケットにかかるようにしてタックが入っているので、まあ、これによってこの辺、腰回り、ウエスト回りっていうのは少しゆとりができてくるようなデザインになっております。こちらのね、パンツも同じ素材、同じカラーで展開してます。トップストですね。なので、まあ、セットアップで結構このアイテムは着用するの面白いかなと思いますね。もちろんセパレートでも非常にどちらもですね、使いやすいアイテムで、まあ、本当にこうカーリーが提案する新しい定番パンツ、定番の、まあ、ライトアウター、カーディガンみたいな形で、着用できる、活用できるアイテムになっているんじゃないかなと思います。ちょっとこう春夏のコーディネート迷われる方っていうのは、まあ、とりあえずこれどちらか一着、まあ、本当はセットアップがやっぱりおすすめなんですけれども、まあ、お持ちいただければ本当に困らないアイテムに仕上がっているんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、トライしていただきたいと思います。